どうも、忘年会するやつは全員陽キャ、陰キャは黙って家でポテチ。こんにちは、はじめ社長です。というわけで降臨、ザッハー降臨です。テイク4でございます。それ使うんですか？いや、使う。テイク4よ。別になんか勝てそうなんですけど、何やかんやコンティニューしちゃったり、ちょっとさすがにストレートでいこう。そろそろそうですね。はい、ちょっとパーティー見ていきましょう。コマさんには門芸つけてます。はい、暗闇耐性3つついております。いや強いんですよ、コマさん。火属性と気属性の HP が 1.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が5倍、ドロップ5個以上つなげていくとダメージを軽減の攻撃力が3倍、15倍出るし、HP も上がるし、ダメージの軽減もつくという、もう、文句なしの強さでございます。で、風神。とりあえず指が短いんで、ダメ級なかった気がするんですけど、一応指3つついてるのと、7コンボ2個持ってるんです。スキブも、いろいろ、もう風神そもそも強いんで、持っていきます。で、バインド耐性に、仮面ライダーのベルトも出せております。で、オデドラ覚醒無効対策です。で、雲耐性つけております。ジョイラの武器ですね。で、ゼラにコロコロ耐性ですね。最後ザッハークすごいなんかコロコロ出してきたんで、一応つけて、一応っていうかもう絶対あった方がいいです。で、ゼラにペネトレイトアローつけました。ロビンフットですね。キドロップ6個作って、3ターンの間攻撃力が 1.5 倍、貴族の攻撃力 1.5 倍上がるんで、まあダメージちょっと無効貫通でバラッといければいいなと思っております。24ターン溜まるかどうかですね。で、ケンスケのディアブロ毒耐性つけております。で、ケンスケの方は毒耐性これでマックス、うん、100% にしてありのコットンスキブとクライム耐性1個で、オデ、同じ状況です。で、コマさん、向こう、中に入っております。かわいい。このパーティーで行きましょう。最高！いや、まじもう、先生、ノーコンよ、ほんとに。秒。今回はノーコンよ。秒。行きます。おじゃ。指がね、ほんとに指がね、短いな。何秒かな ?11 秒ありゃもう余裕よ、ほんと。行きます。よろしくお願いいたします。で、今回落ち込んがないんで、そこだけちょっと、まあ、怖いとこではあるね。やばい思考が止まった。いいんじゃないの。 OKOK 8コンボスではなんとかなります。硬いね。こいつだけ倒せないですよね、いつも。うん、硬いんだろうな。まあまあスキルを貯めていきましょう。 OK です、OK です。ゼラもディアブロももうちょっとで貯まるんで。はい、参る。やったった、バーンとバーンとバーンと。やべ。6コンボはわざとってことは使っていいの？怖い、やめてった方がいいよね。どうすればいいの、このまま。ピーかけた。すいません、ちょっと不適切な言葉が出てしまいました。失礼いたしました。で、この子は、あれなんですよ。俺知ってるんだよ。攻撃すると膨らむから、ちょっとスキルダメしませんかね、このコーナーで。そう、硬すぎて、どっちにしろ。うんほら、ここに出るだけなんで。楽しそうにね。ケンスケも多分、水なら消していいかったり、回復なら消していいかったりみたいな。楽しそうに微笑ましてきますね。お願いいたします。おぉ、本当だ。ちょっとスキル貯めますか。火消しな。いいんじゃないですか。コマさん溜まっちゃいますよ。溜まって。そう、もう溜まっちゃってるかな。1個無限じゃん。頑張っていきましょう。いいっすか、決める？決めちゃっていいっすか。はいよ。おお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 おジャブ程度にね。どこまでいける？いや、全然いくら。いや、硬いんだよな。ひどい、怒りましたよ。いや、ほっぺ膨らませましたね。じゃあここでどう乗り切るか。コマさんすぐたまる。あ、取っとこっか。行きたいとこだよ、うん、この後ちょっととんでもない敵が来るんで、ここは普通に行きます。お願いします。うん、はいはい、 OK、 参ります。うま
グいいね。きついきついきつい。はい。いいっすね、いいっすね。完璧だ。まあ、初コモしたときは軽減に訓練だから、うん、で隠しちゃいますからには、ジョイダで防ぎます。いやなんで今、ロイの技みたいな。いやなんで B 上出たんだよ、軽減。いやーやべやべやべ。遊んでる暇ないかね。怖い、そろそろドカン来るよ、多分。やべ、つなげて5個つなげてない？待って、やばいんじゃないこれ。まだ大丈夫、まだ大丈夫。攻撃力10倍よ。まだ大丈夫だ、まだ。俺を食らうから、余裕よ。いきます。ソロー、ソロー、ソロソロで、ソロで、ソロー。いきます。やばい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 、止まって。やべ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 。まあまあ大丈夫大丈夫。たぶんさっさっはっとっとっと。さあ、バトルサイエリー、ここここここが1ダメージ以上のダメージ無効果で10コンボ以上求められます。いや、先生、見ててくださいよ。無効貫通作って、いや、あ、違う違う無効貫通作って10コンボ無理だったけど、ちゃうちゃうちゃう。でもゼラの普通でいいんじゃない。もう待って、グングニールだ。コマさん使っていいっすよ、これ。これ指長くして10コンボの方がいいっすよ、絶対。他だと隠し向こう飛んでくるからいいんじゃない、とりあえず。あ、で指長くしたいってこと。そうそうそう。レンジもグングニールだから無理じゃん。いや、はじめさんの方。あ、もう勝負かける。勝負かけていいっすか。いや、でもできなかったら、いや、指半減よ、この先。いや、あいさん、ここで男見せてこ、見せさせてください。やってこい、ゲスゲー。うぜ、おらー。ミスったらこの先俺やばい。俺だって指半減よ、二度と二度と帰ってこないよ。でコンボ加算しつつ確実にゲスケいっちゃうよ、これ。うん、本当にちょっと一回手やすよ。やべ、怖い、見てる俺も怖いよ。いきます。オッケー、しっかりよ。無効貫通しっかり作ってからよ、ゲスケ。無効貫通はいらんいらんいらん。え、これ10個もすりゃいいらしいですよ。そうなの。多分そんなわけ、簡単すぎるって。はい、ケンスケ、俺はそこで無効貫通作ると思っちゃったよ。逃げさせてください。いや、これであれば全然大丈夫だ、多分、うん、多分これ死にますよ、自分で。自分でほら、はい、おめでとう。ほら10ターン止まってください。すごい、指も無限無限無限も。俺さっき一人じゃない、タナって言った時、これ10コンボで無効貫通作って殺したからね。バーン男すぎる男すぎる。おめでとう、出る間もないよ。指にはやばいね、これ。でもこれもうコマさん使わなくていいですよ。コマさんなんなら使っちゃダメなぐらいじゃない。もう使っちゃダメですね、これ。指が22秒です。はい、ありがとうございました。やば、長すぎて逆に完璧なパズルを求められる。いきます。いや、結局22秒あったらさすがに何でもできる。何でもできるやつだ。本当に本当に一回組んで全部崩してからもう一回組める。その謎の再生と復活なんなの。いや、それはいらん。それはいらんか。ほら見て、ほら、もう待って待って、怖い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 。え、待って、やべ、作れなかったじゃないですか、最後。本当だ。ござった。ひゅー、待って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 、こうやったら大丈夫、こうやって、こうやって。22秒待ったじゃないですか。ヘフ、何秒？俺も19.50。ちょっと多分、封じない分少なくなってんだもん。普通にやっちゃっていいですか。うん、コンボたくさん、やべ、十何秒待れば無限よ。無限か。一回組んでもう一回組めるもんね。いきます。いや、それはいいよ、ケンスケ。一回組んでそのままにしとき。ね、待って、本当に。大丈夫さ。まあ、落ち着いてきや。あとあれよ、ちゃんと5個つなげんと。大丈夫、もうこんだけお邪魔つながってるんですよ。これ限界で。待て待て、ケンスケ、待って、それ、お邪魔残らん？ケンスケ、一個残すのは S?O?S?O? はい、倒したい。そうそうかと思ったけど、ケンスケ、よく見てみ、画面。お邪魔が一個残っとる。そろそろ出そうで。そろー。はじめさんの、はじめさんのお土産。はじめさんのお土産。特に、お邪魔ドロップ。いやいや、でも来たな、これ。オッケー、ペネトレタロー溜まりました。コマさん、あと行ったんだけど、指がこのまま伸びたまま行きたいんで、ここは普通に。5回だからもうゼラゼラで使っちゃっていいんじゃないですか。いや、でも、なるべくたくさんあったんだ、こっちに。このまま行きます。お願いします。
待って、やばい、もうパズル作りながら考えてる。どうしようかな、明日の夕ご飯何にしようかなって言ってね。明日の夕ご飯もラーメン。明日の夕ご飯はコンビニです。今日の夜ご飯、今日の昼ご飯もラーメン。これをこうやって、こんなに簡単に分割しよう。はい、考える時間があるからね、すごい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 。オッケー、またコンテストこれ。あ、うん、っおおケースケ、俺がケースケ、ケースケ俺が根性作り忘れるわけねえねえかねえかねえか。さあ、やってました、やってましたね。だってケンスケのお邪魔ドロップずっとある。待って、貴重な発見あと一旦たまるんで、ここは普通に、うんうん、普通にいいと思います。普通にかか、ケンスケ待って待って、パスあり、パスあり、ね、あ、また見せてみ、ケンスケ。ケンスケ、俺がペネテレイトアローからのやるっきょねえな、見せましょう。さすがにね、ここはもう俺がもうこれで終わりだから、地獄、早いな、地獄吹かせてやるかな、ほんと地獄吹かせてやるってんだ。まずペネテレートアローします。で、攻撃力が 1.5 倍になりますと。あざす。で、この後ゼラ使います。おぉ、2コンボ加算して全部変えます。で、さらにケンスケのディアブロ使います。おぉ、うわ、もうこれはもういったっしょ。22秒で、よし、いくぞ。無効貫通も作んなきゃ。あ、もちろん、ケンスケ、ニトリ、いくぞ。それ、健康も上で、あ、無理か、無理だね、これ、これでも限界じゃない。え、結構無理じゃない、それどう、これ一個それずらそうした、あ、無理か。あ、急コマした、うわっ、あっ、やっ、ただ、これでどうなるかよ。勝てー、勝てー、待って、バカ硬いじゃん、硬い、でも大丈夫、ケンスケ、あと2ターン 1.5 倍だから攻撃力。マジ一回普通に行け。待って、ケンスケ、俺もうオーデン無駄打ちして、あ、そうですね、貴重な発見いきます。お、いいよいいよ、参る。いや、ケンスケ、向こう、待って、少なくない、大丈夫、きついきつい、いや、任せてください、22秒もあるんですよ、俺には考えてる。でもいい感じ、9と3で分けれる、多分9と3分の3分の3だけど、これは OK です。ケンスケ、かっこいいの見せてくれよ。たまにはね、たまにはいきますか。いや、コマさん2匹いるから、だいぶ火力的には問題なし、うん、いい感じだと思うんだよな。いいじゃない、ここダメだ、うん、ありありあり。え、まさか、ケンスケ、世界みんな拍手拍手さあ、え、全然食らわないじゃん。やっぱこいつ硬いんだよ、多分。あー、怒っちゃったし、やめてー、食わされてくるんか。まあ、ケンスケ、見なさい、あと1回 1.5 倍なんや、ケンスケ。1、2、3、4、5、6、7、8、あれ、足りなくない？足りないんですよ、無効貫通は組めないけど、組めないね、無効貫通。1回普通に殴ってみます、全力パンチしていいじゃん、うん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 、全力パンチいきます、前、作っちゃって、こっちも作っちゃって、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 うまい、もう無理よね。いや、もうこれ完璧よ、遊びすぎ、遊びすぎ、遊びすぎ、うわー、あ、怖いね、だ、10%、やばい、大丈夫、次で決める、10コンボよ、ここ。待って、待って、6ドロップ入ってんの、これどうする俺、これ誰も溜まってねえよ。いや、やばいな、やばいな。いや、おい、なんか残ってたっけ、今。残ってないはずです。一回、でも、毒消しちゃってもいいよ、多分。ここで倒せばいいから。そうっすよね、そうっすね。毒も消しつつ倒せばいい。人玉乱舞使っていいよ、始めるの。右の。とりあえず、あ、そう、受けるダメージも。木は食える。はい。受けるダメージはこれ、まだ変わってない。指がちょっと短くなっちゃったね、結局。3秒。いや、かっけよ、自ら首絞めたくなった。そうっすね、そうっすね、行きましょう、行きましょう、見せてくれ、ここでどう行こう、何
まず、キーも列で、あと、あと10個も組めば。そうっすね。不緊張してきた。ガムレイ戦も毒も受けろ、全部。全部受ける毒。死ぬぜ。いや、勝っちゃうよ、勝っちゃう。指気をつけて、ちょっと短いよ。全然ヘボいな。わけでお手つけ1回のコンディニー済んだらまだいい方よ。まあ見とき、先生。いや、マジか、あと1個か。いや、今難かったね。もう1枚陣残しとけば、世界が何も使えんので、このままいきます。いや、先生、見とき。待って、これさすがに無効感通過は無理だって、ここに無理いきます。指短け、無理だけ、やばい。普通に行きますもん。普通にする。あ、1個ずれてな。ずれてたけど。いや、でも食らう。頑張れ。オッケー。実質ほぼ実質のコン。実質ありがとうございます。はい、というわけで、まあコマさん非常に強いですね。強い。若干我々ふざけてたみたいなところもあったんですけど。いや、本気です。いや、本気です。もちろん本気ですけども。まあ、すごい、なんかいい感じよね。硬いからエンハンス、ペネトレートアローじゃなくて、アポロエンハンスみたいな、5倍とかでドカーって抜いちゃってもよかった気もしました。以上、今日、ずっと